クロス棒、クロス棒は西洋で用いられた弓の一種であり、専用の矢を板羽の力で弦により発射する武器である。漢字剣で石弓、とをお弓と呼ばれるものとは構造がほぼ同一となっている。ヨーロッパでボルト、クオレル、またはクオーラルクオーレルなどと呼ばれる太く短い矢を発射する。木でできた台、弓床の先端に交差するように弓が取り付けてある。 日本語のボーガンは、株式会社、ボーガンの商標名。新聞や、ニュース番組などでは用いず、クロスボウを和訳した、洋球獣という呼称が使われる。その他、クロスボウを訳した中国語で十字弓という呼称もある。同じ系譜の武器である東洋の石弓が、歴史に姿を現したのは、紀元前6世紀頃からで、紀元前4世紀には、機械式の石弓も生まれていた。 最も信頼できる使用された記録は、紀元前340年の中国で起きた、馬竜の戦いの時のものである。また、紀元前4世紀頃の古代ギリシアでは、ガストラフェテス、ガストラフィッツ、という腹と地面を使い、体重をかけて固定して、背筋を使って弦を引く方式のクロス棒が存在した、ワハ腹を意味しており、この武器の名前は、ハラアテキとも訳される。西洋では、 クロスボウが狩猟に用いられることもあり、11世紀以降になってから戦争でも使用されるようになった。それまで一般に使われていた弓は他の武器に比べ射程が長く強力ではあるものの、弓を引き絞って構えるための筋力と、その状態で狙いをつけて放つための技術、訓練が必要で、狩猟などで弓を使う習慣のない民族にとっては扱いづらいものだった。 これらの弱点を克服するために、台座に弓を取り付けることで固定し、あらかじめ弦を引いてセットしたものに矢を設置して、引き金、トリガーを引くことで矢を発射できるようにしたものが、黒棒で、素人でも扱いやすく、また、台座を固定して、弦を引っ掛けるときだけ力があればいいので、手では引けないような強力な弓を搭載できるために、その威力や射程も高まった。 弦を引く方式にはいくつかの種類があり、初期には大尻の腹当てを腹に当てて、体重を使いながら手で弦を引っ張ったり、あぶみを取り付けたり、腰のベルトの針に滑車の針をかけて立ち上がること弦が引かれる方式、ゴーツフット、ゴートフット、ヤギの足というレバーで弦の掛け筋を、てこの原理で引く方式、てこの原理でレバーを押す方式、後部のハンドルをネジのように回すことで、 ハンドが後ろへ下がり弦が引かれる、スクリューハンドル、スクリューハンドル方式、後々には、ウィンドラス、ウィンドラスという後部につける、大きな両手回し式のハンドルを回して弦につながる、舐めを巻き上げる方式や、クレインクイン、クレインニキン、クレインクラインともという株や側部につける、足掛け不要な片手回し式ハンドルを回して、歯車と歯竿で弦を引く。 ダックピニオ方式のクロスボウなども誕生した。一部には弓の張力をやや落としてハンドル操作で矢のセットと弦をつがえる操作を行えるリピーターボーも登場したが、こちらは威力が小さく構造が複雑で故障も多かったため、あまり普及せずに終わっている。クロスボウはーに扱える上に威力が高かったため、被弾した兵士に致命傷を与える危険性があった。 致命傷を与えてしまうことは、生け捕りにして、身の白金を要求するという当時の戦争のやり方に、そぐわないものだった。そのため、各地の騎士、貴族からこの武器に対して、猛反発が起こり、1139年に、インドケンテウス2世が召集した第2、ラテラン公会議で、キリスト教徒への使用は非人道的として禁止する、協料が出されるほどにもなった。しかし、 大意教徒に限定されず使用され、1199年にリチャード一世がクロスボウによって死亡した事例など見られる。中世のイスラム世界では7世紀頃に中国から伝わった。足で押さえつけて弦を引くことから足弓、コスアルリッチルとも呼ばれ、引き金の両横に足の踏み場がある、アクアル、コゼルアクカー、先端に足をかける金具がある、アブミ弓ミ、 コスアルリカブなどの発展系もある。9キログラム以上のボルトを打ち出す巨大なアクアルも見られる。11世紀頃の東ローマ帝国では、ザングラ、ザグラ、ゾシェイなどと呼び、ペルシア由来の大型クロス棒は、ザンバー派、ザンバークペルシア語で8を意味する、ザンバーに由来、軽量のクロス棒がアラビアで派生したものは、ジャー派、ジャークという。西欧人の武器として、フランクユミ、 コスフェレングとも呼ばれた。現代のクロス棒はボディが主にプラスチックやアルミニウム、チタンなどの軽量素材で製造されており、リム、リムズ、弓の部分はおおむねグラスファイバー製である。ボルト、矢はアルミニウムや CFRP が用いられる。リムに滑車が搭載されているものはコンパウンドクロス棒、それ以外はリカーブクロス棒と呼ばれる。コンパウンドクロスボは、 滑車の原理を利用したもので、ドローウェイと弦を引くのに必要な力が同じリカーブクロスボーと比べ、同じ質量の矢を発射した場合により大きな所属を得ることが切る。しかし、コンパウンドクロスボウはリムに滑車を搭載している。構造上、リム自体が重くなり、前方に重心が偏るフロントヘビーになりがちである。また、弦を交換する際に、ボープレスと呼ばれる。 専用の道具を用いる必要があるため、メンテナンスの容易さでは、リカーブクロス棒が勝ると言える。一般的に無音と信じられているが、現実は、メーカーや製品により、個体差があるが源が空気を切り裂くため、サイレンサー付きの銃よりは発生する音が小さいとは、言えそこそこ大きい音が出る。扱いやすくするため、小型化、軽量化や、使用の簡便化が図られている。 大型で強力なクロス棒、ヘビークロス棒に対して、ライトクロス棒と呼ばれることもある。また、バリスタのように石や玉も、発射可能な、ストーン棒や、バレットクロス棒などと呼ばれる、タイプのクロス棒も作られた。変わった用途としては、クジラの科学調査のために、クジラに、クロス棒で特殊な矢を打ち込んで生体サンプルを、採取する事例がある。 クロスボウの原型となった弓が銃の登場で駆逐されていったのに対し武器の使用にさほどの熟練を必要とせずまた火器とも操作方法が共通するクロスボウはごく最近まで現用兵器として使われていた大規模かつ一般的な戦場での兵器としては第一次世界大戦での使用が最も新しいもっとも矢を発射するという本来の用法よりも 小型の爆発物を投擲するために使われることの方がずっとかった。これは矢よりも銃弾の方が射程、威力とも大きいこと。その一方で第一次大戦において残壕を介した胎児が頻発したことによる。互いに残壕内にいるために銃撃は効果が薄く、手榴弾は届かないという状況下でクロスボウによる爆発物投擲は大きな効果があった。 また、重砲は、ハーグリック戦条約により消音装備を使用しにくい、環境が生まれたこと、その消音装備も実際に高い効果を持つ製品が現れたのは1970年代になってからに対し、クロスボウはその影響を受けなかった。つまりは、ハーグリック戦条約というスポーツマンシップが、クロスボウに現用兵器としての活躍の場を残したと言える。 第二次大戦以降、本格的な小型爆発物投擲兵器、グレネードランチャー。投擲用クロス棒よりもずっと小型で軽量かつ、連射性、演射性が高く、小銃との併用も可能が導入されたことにより、投擲兵器としてのクロス棒は、戦場からほとんど姿を消した。しかし、消音、無音の兵器というメリットから、1 9七十年代に銃が、 実用的な高性能の消音装置を得るまで、特殊部隊やスパイによって、特殊作戦などで敵の保証、見張りや軍用犬の殺害に使われ続た。もっとも、殺傷力は銃に比べてはるかに劣るため、対人用のクロスボウには矢尻に、様々な工夫が施されていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。